どうしてここに。なんで君がいるんだ。言ったろ、僕はきっと君を傷つける。だから聞いて。初めて会った日のこと覚えてる？あの日、僕はモデルのアルバイトの面接であの店にいたんだ。何をやっても人並み。そのくせどうしても自分を特別だと思いたくて、それで受けてみたんだ。そうしたら受かっちゃったんだ。有頂天になったよ。自分でもバカみたいだけど、認められたことが嬉しくてね。その時君が現れたんだ。素敵な人だな。こんな人がもし彼女だったら。普段の僕ならそんな無双して終わるだけのはずだった。でもその時は、これからの僕なら何でもできる、僕の物語が始まった、そう思ったんだ。だから君に声をかけた。君みたいな素敵な子でもモデルの僕ならきっと惹かれるはずだ。そして本当にそうなった。君は本当にいつも思い描いていたような女の子だった。可愛くて、笑顔が似合って、素直で。だけど、君と会えば会うほど苦しくなった。どうして？それはね、僕がどこまでも不純な人間だからだ。まるでトロフィーか何かを手に入れるようなつもりで君に近づいた愚劣な奴だからだ。君を知って君に惹かれるほど僕は自分の不純さを思い知るんだ。それで君を傷つけてしまう。いつか君が本当の僕を知って嫌いになる前に、嫌われてしまう方が楽だから。そんなこと言わないで。これ以上苦しめないでくれ。それはわからない。君を傷つけたくないって頭じゃわかってるのに、気がついたらここに。きっと自分で思っていたよりもずっと君が恋しかったんだ。僕でいいの？ひねくれてずるくて、こんなに好きな君を抱きしめる勇気もない。僕も君がいい。おいで。
つの影が重なって君の孤独を感じた。あの日出会ったこの場所にフラワーオブラブ、迷わないように。君の唇がそっと愛を描いた。生まれ変わった、yeah. この世界は今優しく微笑みながら